梅村瑞穂君、はい、委員長。日本維新の会の梅村瑞穂です。本日もよろしくお願いいたします。閣法48号入管法改正案ほか2案についての審議に先立ちまして、一言法務大臣に申し上げます。法務大臣に申し上げます。私今朝署名をエホバの証人の2世の方々から受け取りました。無知を用いた児童虐待がエホバの証人では行われています。私は国会議員になってこれまでいじめで自殺したお子さんの被害者や犯罪被害者の方々、また虐待でお子さんを亡くした方々の関係者さん、共同親権制度を求めて子供に会えなくて亡くなった方のご遺族、いろんなご遺族に足を運んで全国津々浦々お話を伺ってまいりました。だから真実を知りたいという遺族の気持ちは国会議員の中でも分かっている議員の方であると自負をしております。だからこそ湯島さんのご遺族にとっては酷な真実が明らかになろうとも真実を追求するのがこの国を愛してこの国で亡くなった湯島さんだまりさんの弔いにもなろうと。憶測で喋ったんでしょう。憶測ではありません。デマでもありません。次長お答えください。調査報告書死因の欄です。30ページ。死因の種類の欄に死体検案書では12不詳の死という不動文字が丸印で囲まれているとあります。じゃあウィシュマさんはハンガーストライキをしていなかった、そう断定できる事実はありますか。出入国在留管理庁西山次長。いや黙って聞いてるよ。こっちは質問権なんだから。ご静粛にお願いいたします。委員長ね、はい、こっちが質問権なんだから、はい、黙って聞かせるよ。皆様ご静粛にお願いいたします。自分が言っててこっちの問題でしかわかんの君どう思ってる、うん、皆様ご静粛にお願いいたします。皆様ご静粛にお願いします。ご静粛にお願いいたします。今ご静粛にお願いします。ご静粛にお願いします。西山次長答弁をお願いいたします。皆様ご静粛にお願いいたします。今ご委員がご指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。梅村瑞穂君。では続けて次長にお伺いします。ウィシュマさんが作業をしていた、まあ、作業だった、ウィシュマさんが作業だった、それを否定できる事実はありますか。じゃあもう質問変えます。ウィシュマさんは作業ではなかった、ウィシュマさんは作業ではなかった、そう断定できる事実はありますか。西山次長、皆様ご静粛にお願いします。今委員がご指摘になった事実につきましても報告書には記載はございません。梅村瑞穂君。どこがデマなんですか。どこが憶測なんですか。私の根拠はちゃんとあります。これですよ。調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ加えて、私は有権者や国民の皆さんからリアルでもサイバー上でも様々な声を聞いてきたんです。そうして報道資料にも目を通し、自分でも想像をし、一生懸命にウィシュマさんの死の真相を知りたいと、夢にウィシュマさんが現れるまで考え抜きました。そして推知して導き出された可能性をここで発言しないのは国会議員としての私の職務怠慢でございます。その点について当然衆議院でも議論があるものと思いましたけれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか。支援者のあり方について疑問を呈する質疑というものはあまり見受けられません。私は先ほども申しましたが、エホバの証人の2世なんです。優しき者が必ずしも幸せの道に人を導くわけではないということを知ってるんです。小学校5年生の時に、私の母は幸せになりたかった、幸せな家庭を作りたかった、悩んでた、そこに優しい信者が来たんですよ。彼女は悪意がなかったでしょうけれども、結果的に我が家は崩壊したんです。優しき者が正しき者とは限りません。そんなこと私の宗教の事例でなくてもこの世にはゴロゴロしているでしょう。だから優しい者イコール正しい者かって疑う目線を持つのは当たり前です。ここは裁判所ではなく立法府なんです。何が真実かっていうものを考えて、あらゆる可能性も検討して、どういう立法をしなくてはいけないのかと考えるのが私たち国会議員の責務なのではないですか。スリランカ大使館がスリランカ人に連絡取れないんですよ。どういう状況